どうでしょうかとか、質問をいただいてますね。あと、まあ、日本の市場に投資するのか、海外の市場、まあ、アメリカとかですね、市場に投資するのか、あと投資信託を始めたいんだけど誰に頼めばいいっていうのがあるんですけども、まあ、これはですね、なかなかいわゆる FP、まあ、僕もそうなんですけども FP っていう人にですね、なかなか相談できない現状がありますね。というのは特定のやっぱり手数料を得るために特定の金融商品を進めてくるということで、そのあなたのですね、ご希望と合わない場合、まあ、結局向こうのメリットになるものを進めてくるということがあるので、まあ、銀行の窓口とかですね、FP というのはあんまり信頼できないというところが一般的です、日本の場合、残念ながら。なので、まあ、こういう情報発信している人で信頼できる人というのにお願いするというのもいいですし、まあ、長期投資でいうと、ざっくり言えば SP500 というのは僕もおすすめですね、インデックス投資として。で、何も考えずに素人が増やせるというところでいいかなと思います。S&P500 運用例ですね。初期投資額、まあ、例えばですね